火の神が住むという島国ジパング。この国に火の一族と呼ばれる者たちがいた。東の坂東、西の大和、長い歴史の中幾度もジパングに襲い来る闇を打ち払った運命の一族である。ジパングの南に位置するツクス、高千穂に住む少年ナミダ。彼もまた導かれし仲間と共に強大な闇に立ち向かう運命のもとにいた。ついに登場した天外魔境シリーズ最新作、天外魔境3涙。その世界の一端をご案内しよう。天外魔境3涙、炎のジパング入門。ツクス全土に点在する赤い宝箱、百鬼夜行の箱。開くと1000匹の魔物が出現する恐ろしい箱だ。ただしその全てを倒せば貴重で役に立つお宝を入手できる。今回はツクス全土に隠されている百鬼夜行の箱のうち5つの場所をお教えしよう。その1、国崎久保手山。ここで入手できるのは法輪の槍だ。その2、高千穂桜ヶ原。ここでは開運ひょうたんが手に入る。その3、佐賀イカズチ山。ここのお宝は自分で確かめてみよう。その4、国崎平尾台。ここで強力な毛爪の矢を手に入れよう。その後、薩摩龍門滝。ここのお宝もちょっと内緒だ。超必殺技である奥義は仲間とうまく連鎖させることで威力がアップし、さまざまな特殊効果が追加されるのだ。ここでおすすめの奥義連鎖を2つお見せしよう。まず一葉の剣の舞で防御力無視のダメージを与える。続いて東米の迅速果敢で2倍ダメージ追加。迅速果敢とどめの鬼一番、怪力一番でさらに2倍ダメージを追加させる。つぐみの黒三毛で範囲内の敵を即死させる。追い切
次に牛坊主の一括万金で敵全員から寮を奪取。一括万金。そしてトンカラリンの宴で広範囲無属性ダメージを追加させるのだ。今回お届けしたのは天外魔境3のほんの一部。まだまだ奥が深く広大な世界が待っているぞ。壮大な冒険の果てにジパングを救うのはそう君だ。